はいどうも皆さん、こんにちは。トムの実況チャンネルです。夏休みの宿題を1ミリでもやった人は高評価、まだ夏休みじゃない人は息を止めてね、ということでいつも通りやっていこうと思うんですが、まず今日のアイテムショップがすごいことになっています。なんと昨日のショップの品揃えからほぼ変わっていません。唯一変わった点といえば、このバンドルが50日ぶりに再販されただけというくっそしょぼいことになっていて、史上最悪のショップと言っている人もいました。まあ今までもひどいショップっていっぱいあったんですが、品揃えが 99.9% 変わらなかったことはあんまりなかったと思います。ただ夕方からアップデがある場合はダウンタイム後にショップのアイテムが切り替わるということもあって、朝の段階では変化がない場合もたまにあったんですが、今日はそんなアップデはありません。アップデは明日の予定です。そのわけで、もしかしたらエピックが1日勘違いしてショップの品揃えを変更しなかったのかもしれません。というわけで、ショップでパイレーツオブカリビアンのミニバトルバスやその他のアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHAPO もよろしくお願いします。次はそんなアップデなんですけど、さっきも言った通り明日23日にやってくる予定になっていて、そこではクロンボがテーマになっているレゴモードの新シーズンと、インフェルノ島がテーマとなっているレースモードの新シーズンがやってきます。まあ前者はチャプター3で登場していたクロンボの謎がついに解けるかもしれないということで、まあまあ話題なんですが、後者のレースモードは正直どうでもいいっすね。レースモードはもうアクティブが約3000人くらいしかいなくて、レゴモードの10分の1くらいのプレイヤー数しかいません。というか、レゴモードが未だにアクティブが3万6000人もいるのは結構すごいですよね。でそんなレースモードについて、もう新シーズンに関するエピックの公式サイトの URL が判明していて、まだそのページは有効化されていなくて見ることはできないんですが、いろいろ準備が整っているわけです。さらに次のアプデで来るものが大量に判明していて、まずフォールガイズコラボ、これは前回の動画で話した通り、エピックのクレイに関する公式ディスコードグループでフォールガイズに関するチャンネルが作られていたことで近日来ると言われています。さらにミニガンがついに追加されます。これはトレーラーにも映っていたので登場すること自体は確定しています。さらにイーロンマスクでおなじみテスラ社が作ったサイバートラックという電気自動車のスキンがフォトナにも登場します。これに関してはなんと昨晩エピックの公式アカウントがティザー画像を公開していました。まあパッと見なんか夏っぽい感じに見えたり、タイヤなどがついていることからレースモードの新シーズンのティザーかなって気もするんですが、この白い落書きみたいなやつがロケットリーグの方ですでにリークされているサイバートラックのデカールと同じ模様ということで、これがその車のティザーであることも判明しています。まあこの車は見た目が本当にユニークだし、かなりフォトナっぽいといえばフォトナっぽいので早く登場してほしいです。ちなみにこの車はもちろんリアルでも存在しているんですが、重大な欠陥があったとしてテスラ社が 11,688 台をリコール、つまり回収しています。そのためフォトアのこのスキンにもなんかバグがあったりするとリコールとかいろいろネタになりそうです。あとはもう月末ということで8月のクルーパックのデータも追加されます。でこれがワンチャンワンダラーなんじゃないかと噂になっています。あるいは次のシーズンのティザーとしてマーベルスキンの可能性もありそうです。さらに以前から噂になっている近接武器限定モードもそろそろ来るんじゃないかと言われています。このモードは今シーズン中に来ると言われていたので、もう今シーズンも残り1ヶ月を切っているため、いつ来てもおかしくないとは思います。ちなみに僕はこのモードが 2D でのスマブラみたいな格ゲーモードになるんじゃないかと予想していたんですが、未だに続報とかはありません。あとはいつも通り新スキンとか新アイテムも来るはずなんですが、一部レゴスタイルがすでに判明していることで近日来る新スキンも判明しています。そのわけでアプリが楽しみな人は高評価。まあフォトナキッズの多くは夏休みのためダウンタイムの時間がいつも以上に暇かもしれません。ちなみに皆さんが何か夏休みにやりたいことや予定があればぜひコメント欄で教えてください。僕はもちろん夏休みがないので、皆さんのコメントを見て夏休み気分を味わおうと思います。まあ仮にもし僕に夏休みがあったらやりたいこととしては休もうと思います。夏なので。あと言い忘れていたんですが、次のアプデではシーズン4のマーベルシーズンに関するティザーとか伏線、マップ変化も増える可能性が高いです。現状はマップ上にウェポン X の秘密基地があって、マグニートの作ったビコーンがあるくらいなんですが、次のシーズンではドクタードゥームがメインになりそうということで、ドゥーム関係の何かも追加されるかもしれません。あとは次のシーズンではウルバリン娘の新しいやつとインビンシブルウーマンの透明になれるバリアの武器も来るということで、それつながりのティザーも来るかもしれません。さらに前回の動画であと数日後に公開されるデッドプール&ウルバリンに登場するかもしれないコピーキャットがミステイクみたいなキルした相手に変身できるビルトインエモートがついてフォトアに登場するんじゃないかという話をしたんですが、その反論としてでもトガヒミコにはついてなかったですよというものがあったんですが、実はトガヒミコって全裸じゃないと人に変身できません。変身対象の服とかもトガヒミコの体から生成されているため、もし服を着ているとその下に生成されてしまうわけです。というわけでトガヒミコは全裸じゃないと変身できないということで、そんなものがフォトアに実装できるわけないし、仮にしれっと変身できるビルトインエモートがあったとしても原作中から批判されそうなため実装されなかったんだと思います。ある意味でがっかりな人は高評価。さらにマーベル関係で言うとほぼ確定でドゥームに関するロケーションが次のシーズンで来ると言われています。ちなみに現在マップ上
上に存在するワンダラは大男と表現されていて、そのことから中の人がドゥームなんじゃないかと噂になっていたんですが、原作ファンからするとドゥームはこんな風にただ彷徨って時間を無駄にするキャラではないとのことで、さすがに違いそうという意見がありました。まあワンダラの正体は未だに分かってないんですが、もしかしたら次のシーズンでいきなり顔と中身が出てきて、なんだこのおっさんという風になるかもしれません。でその後マーベルヒーロー VS ワンダラみたいな構図のストーリー展開になる可能性もありそうです。まあ個人的には今シーズンでワンダラー関係の話は終わらせてほしいとも思うんですが、まあ中の人が出てきたらもう1シーズンくらいは引っ張れそうです。でそんなワンダラーとメガロドンは共謀し島を破壊しようと計画してるっぽいんですが、前回の動画ではサメの船の燃料メーターが今後のミニイベントのカウントダウンになるという話をしていたんですが、なんとこのメーターが一定以上までいくとこんな感じでニトロのパイプが光ることが分かりました。まあその後サメの船がどうなってしまうかは今後に期待です。今のところロボットに変形する説、島を真っ二つにする説、何も関係ないオリンポスの石像をとりあえずぶっ壊す説などいろいろ出ています。次はこういった情報をいくつか話していくんですが、まずエピックの社長のティム・ボーが今後フォトアの決済方法に暗号通貨を追加することは絶対ありません、確信していますと言っていたみたいです。まあ暗号通貨を持っているフォトアキッズはあんまりいないと思うんですが、最近のネットの悪ガキはオンラインカジノとかも暗号通貨でやりがちですよね。ちなみにこれはリスナーさんが言ってたんですけど、競技勢もオンラインカジノをやりがちらしいです。普通にこれ犯罪です。次は今シーズンのバトルパスをチャプター1みたいにしたらこんな感じになりそうというコンセプトアートが作られていました。ちょっと透明感がないんですが、やっぱりバトルパスといったらこういう UI が分かりやすくていいですよね。さらに先日クリアマップでトランプバーサスシューターというクッソ不謹慎なマップが作られて話題だったんですが、今回はトランプバーサスバイデンというレッドバーサスブルーのマップが見つかりました。フォートナイトは最高です。さらに UEFN にバロラントのマップのデータをぶち込んだ人が現れました。なんか実際のバロに比べるとかなりマップが綺麗に見えるんですが、これは照明のおかげで綺麗に見えているらしいです。ちなみにこういう別ゲーのデータを大人にぶち込んでネットに公開するのは普通に別ゲーの運営から怒られたりするので、あんまりしない方がいいと言われています。ちなみに以前 COD の運営に怒られている人がいました。それと実は最近フォトアの規約が更新されていて、内容は外部ツールの扱いについてです。その規約の中では外部ツールにおいての不正について詳しく書かれていました。その詳細は本ソフトウェア内で不公平な競争優位性をプレイヤーに与える可能性があるプログラムや他のプロセスを意味しているとのことで、まあ難しいことが書いてあるんですが、少なくともバトロワとかで使ったら有利になる何かを使ったり外部ツールを使うのは立派な不正であるとエピックが認めているわけです。例えばコンバーターとかは明らかに有利になっているため不正と判定されるわけです。ただ今まで以上にバン基準が厳しくなるかどうかは分かりません。そんなわけで今回の解説動画が1ミリも参考になったら高評価とクリエイタースポート SHAPO もよろしくお願いします。お願いします。